先日コセット池袋本店におそ松さん撮影用セットがあるということで行ってきました。はいはい。おそ松さんの今が完全再現されてありました。はい。オリジナルステッカーとおそ松さんのお面をもらったので開けていきましょう。はい、はい、両方ともランダムなので何がもらえるかわかりません、うん、ではステッカーからね、うん、ドキドキする。さあここでクイズです。じゃじゃん。おそ松さんに出てくる六つ子の中で姫ちゃんの一番タイプなのは誰でしょう。ちっ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 ち。正解は戸田松でした。皆さんは六つ子の中で誰がタイプですか。4人分のチケットを買ったので4枚あります。まず1つ目、せーの、オープン。市松。姫ちゃん、ちなみに市松ってどういうキャラなの。すごい顔してるけど。ちょっと怖い。せーの、オープン。赤ちゃんない。おそ松。イエーイ。おそ松はどういうキャラ。奇跡のバカ。3つ目、せーの、オープン。からまつ。からまつはどういうキャラ。痛い。痛い。マッキー、お願い出て。それでは最後の1つ、せーの、オープン。おそ松。赤降っちゃった。一緒。奇跡のバカの2人揃った。おそ松が2つとから松1松でした。ちなみにステッカーの種類はこちらでした。みんなシェイポーズしてるのかな。うん。気を取り直してお面いきますよ。うん。1つ目、せーの、オープン。全始末。こちらにくり抜けるところがあるので輪ゴムを通すとお面として使えます。2つ目、せーの、オープン。一末。ちょっと怖い、うん、ちょっと怖いね。3つ目、せーの、オープン。おそ末。最後。最後、4つ目、せーの、オープン。とどまつ。やった。ひめちゃん、とどまつのこと好きな理由は何ですか。ピンクだし可愛い。そっか。ちなみにお面の種類はこちらでした。オウくんを6人の中に例えると誰ですか。ジンシマツ。なんで。本当ね、元気だし、笑う時が多いから。へえ。じゃあ、パパは六つ子の中で誰に似てるの。カラマツ。なんでなんで。パパも痛いから。あ、そっか。うん。コセットは動画撮影 NG で写真撮影のみ可能でした。それでは、おそ松さん撮影セットで撮った写真をご覧ください。